はい。あら、今1時39分。はい、頑張って起きれました。はい、じゃあ今ね、今からちょっと撮影の準備とかをしたいと思います。はい、WWDC2021 に午前2時に向けてしっかり、ちょっとね、眠たそうな顔ですけど、起きることができましたんで。今からね、ちょっとこちらで実況中継ということで。よいしょ。やっぱ眠っ、このまま撮影いきますからね。もうちょっと。ただ、隣で、家族寝てますけん。うわぁ、みたいな感じで、騒げはしませんけども。それなりに頑張ります。はい、どうも、石原です。皆さん、おはようございます。そして、こんにちは。そして、こんばんは。今から、Apple の WWDC2021、はい、開催されます。今、1時59分でございます。今ね、このようにスタンバっております。はい、こんな感じでやっていきたいと思います。今からね、もう1時59分なんで、今回は、まあ、僕が、チャンネルの方でね、ご紹介した予想なんかと、まあ、照らし合わせつつ、ちょっとアップルイベントを楽しみたいと思いまして、見ながらそれぞれちょっとね、今どんな状況なんかみたいなのをここでね、お伝えしていきたいと思いますので、まあ1時間ある、イベントをギュッと凝縮しますので、ちょっと早口になったり、まあ必要でないところ、必要な部分なんかもちょっと抜け落ちたりしてるかもしれませんが、一度ね、一回ちょっとね、リアタイで見ながらリアルタイム実況ということで、皆さんと、Apple イベント WWDC2021 をね、楽しみたいと思います。それでは、はい、こちらをね、あ、始まった。うん、今ビデオが流れてます。たらたら、さあ紅茶オレを入れまして、アップルイベントのね、まとめの動画を作ります。今深夜4時でございます。アップルイベントが今回のいつもね1時間なんですけど、こういうソフトウェアの開発者イベントは2時間あるんですよ、約ね。しかも花子のやつ、今からね動画のスクリプト書いて、スクリプトというのは企画書ですね、企画書、台本みたいなもん、台本書いて、そして、撮影して編集して、まあ、6時までにはねアップロード、まあ、投稿できればと思います。ああ、6時までに頑張ろう。鼻水すごいな。よいしょ、よいしょ。はい、じゃあ今からね、そのスクリプトを書いていきたいと思います。このスクリプトを書くのもなかなか、もうね、情報はね、いくらでもわんさかあるんで、その情報をもうギュギュッとまとめる作業、サマリーをまあ作る作業になるんですけども、結構大変じゃないですか。まあやられた方いらっしゃると思うんですけど、まあ資料作りとかもそうですし、企画書を作るのもそうですし、やっぱり大変じゃないですか、サマリー、まとめ、スクリプト書くの。で、僕は一応このフィードリーというアプリを使って、全ての情報を集約してます。 iPhone とかテック系とかガジェットなんかの、まあ、新しい情報をもう一挙に、つまりいろんなサイトを見るんじゃなくて、このフィードリーというアプリで集約してますので、このフィードリーをタップすれば、僕はチェックしてるウェブサイト、海外メディアサイト、日本メディアサイトのいろんなサイトの情報を、まあ必要だと思われるサイトですね、いろんなサイトで言っても絞ってます。このサイトとこのサイトとこのサイトが一番有益な情報があるんで、そこを一瞬で一覧で表示さ、最新のニュースをね一覧で表示させてもらうような形でフィードリーに集約してますので、これでねサクッとねチェックして、その中からいい記事を選んで、で、まあ、翻訳、海外メディアの情報がやっぱ早いんで翻訳して、その翻訳した内容をいいのか悪いのかを判断して、面白いか面白くないかを判断して、皆さんに伝えるべきかな、いやこれは伝えないべきじゃなんじゃないかとか、いろんなね情報がありますので、まあ言いたいことをテック系のねチャンネルは動画コンテンツにしてますので、全てをもうしてるわけじゃなくて、もうまとめて集約して、これが必要不必要をはっきりさせて、
もう自分の意見とか価値観も含めてこれはありそうだな、これは可能性としては伝えておかなきゃなとか、そういうのを絞って、そして自分の言葉でまとめて出してますので、難しいですよ。やっぱね、作業と効率化が合わさって、その動画を毎日投稿してみますよ。1週間分を一応ね、ピックアップしてまとめてるわけじゃない。毎日のいろんな情報をギュッと毎日まとめてスクリプト書いて、そして動画撮影して、で、ここはこんな話し方がいいかなとか、こんな風にしたらいいかなとかいう試行錯誤も含めて、1日1本投稿しております、皆さん。本当、よろしくお願いします。頑張っております。ということで、ね、スクリプトを書いていきたいと思います。やばい、WWDC2021 の、スクリプト台本書いてるんですけど、1時間かかってます。今もう5時です。4時から書き始めて、もう約1時間。やばいです。情報量がね、多いとね、まとめるのもめちゃくちゃ時間かかります。すべてを言ってしまうと、その動画の尺がね、めちゃくちゃ長くなるんで、せめて最低20分、よく いい感じだと10分ぐらいにはまとめたいと思っております。もう少しかかりそうでございますので、その後に、ね、撮影して、ま、た編集もありますので、ちょっともう少し時間がかかりそうです。はい、では2時からWWDC2021 を見て、2時間見て、で、4時から1時間でそのイベント内容をスクリプト化してまとめました。もうね、膨大な量になりました。もうこんだけスクリプト書いて。もうね。まだあんの？やばくない？これ。ちょっと待って、読んだら何時間かかるんだろうな。はい、ちょっと待ってください。読んだらね、何時間かかるかもね、全部出るんですね。ゆっくり読めば21分51秒。そして、普通に読めば16分23秒。はい。そして、早く読めば13分6秒ということで、ちょっとね、早口気味でちょっとやっていかなければ、多分ね、こう喋りながら、スクリプトの記事を見ながら喋って、で、プラス補足情報とか、ポンと直感的にこれ言おうと思ったこととかね、やっぱ出てきちゃうので、20分ぐらいには収めたいかな、という感じはします。じゃあ今からね、ちょっと、よいしょ。撮影していきたいと思います。腰痛。もう赤パンね、下はね、で、これちょっとパジャマですけど、わかんないでしょ。わかんないと思います。なんで、はい、よし、よし、あれ、なんかおかしい。アラームをオフにします。もうオフにします。この、ああ、これだ。よし。やっちゃっていきたいと思います。はい、皆さん、撮影が、眠たい。撮影が終わりました。今ね、5時45分です。今からね、30分くらいで編集してね、6時半、7時までにはね、アップデートしたいと思っております。もう早速ですけども、もうね、やっちゃっていきます。もうすぐ始めないとね、やっぱり皆さん朝チェックするでしょうからね、こういうのは。で、朝が一番盛り上がるんですね、こういうのはね、やっぱり。はい、もうね、長女が起きてき、あ、長女じゃない、次女が起きてきました。はい、おはよう。早いね、お前ら。早いな、パパはずっと起きとったぞ。頑張って。おお、いいじゃん。はい、あの、長女に頼んでたあのフェルトのドラゴンボール1、むちゃむちゃいい感じです。キーホルダーにしていただきました。こんな感じでいいやん。あ、色あったんだね。いいやん。はい、じゃあパパ頑張るから、ありがとう。飾るぜ。早かったね、でもね、作るの。あ、ちょっとなんかやばいな、集中力が終わってるもん、やばい。やばい、眠たい、やばいな。
ちょっとまだね。やっべえ、眠った。今顔洗ってきたんですけど。ああ、眠った。頑張ろう。やっぱ難しいんだな。はい、そして、はい。今動画編集終わりました。今ね7時24分。うわ、思ったより動画作るのに時間かかりました。7時ぐらいに終わって7時半までには投稿したかったんですよ。なぜかというとね、会社とか皆さん行く前にやっぱチェックしたいと思うんですよ。なので会社のね多分定時が8時半とか9時の方多いと思うんですよ。なのでやっぱ7時半から8時ぐらいの間にねチェックしたいと思ってたんですけど、なのでその時間帯に投稿したかったんですけど、これじゃ無理ですね。でちょっとね時間もねもうなんだ27分ぐらいになってるんですよ、動画の時間が。なのでボリュームもあるんで書き出しにもね時間かかる。それはで今からね全ての動画の設定投稿終わってからその朝食を食べて、でちょっと仮眠しようかなと思います。前回はねもうそのまま起きて仕事したと思うんですよ。19時間労働ぐらい、この動画、こちらの動画なんですけど、もうフリーランスになったんでその、まあ、自分のペースで仕事ができるというのは最高じゃないですか。そこでまあ編集終わってで飯食って寝て、でそこからちょっとねもう一つねクライアント案件のディレクションの関係のところのアジェンダ、明日打ち合わせあるんで、打ち合わせのアジェンダ回復ぐらいで、あとはもう作業しないでおこうかなというか、もう今日はちょっとオフデーにしようかな。昨日一昨日もね運動してちょっとね筋肉痛ね、一昨日ヤマケンケンイチくん、こちらね YouTube チャンネル、作業療法士系 YouTube チャンネルの YouTuber のケンイチくんからねちょっと体を痛めつけられたんで筋肉痛がひどいです。なのでちょっと運動はね今日ももうオフにして、あんま使いすぎるとね壊しちゃうんでオフにするので、サウナに行ってこようかなと思っております。天気もめちゃくちゃ早い。このようにちょっと窓汚いですけどいいので、サウナにねちょっと行ってこようかと思いますので、今日はもうアジェンダ作ったら完全オフということにさせていただければと思います。なので医者さんいつもね作業して黙々頑張ってるよっていう感じで皆さんねモチベーションアップできない Vlog になりそうです。まあ、ただねうわ2時から今7時まで、もう5時間ぐらいはもうぶっ通しで頑張ってますので、今皆さんねこの Vlog を見てまた明日も頑張りましょう。僕は2時から5時間頑張ってますので皆さんよろしくお願いします。ということでねちょっと引き続きやっていきたいと思います。こんなことしてたらもう8時とかだからもう6、7時間もう休憩なしでやってるということになっております。はい、はい、今投稿し終わりました。いやなかなかのハードスケジュールでございました。今ですね、8時半でございます。かれこれ1時半から起きてますので、7時間、うっとうしでございます。もう1日の仕事と同じ時間もうね、今日働きましたんで、今からちょっとゆっくりしたいと思います。皆さん、仕事、お疲れ様です。皆さんもまた明日から頑張りましょうということで、僕はねまだこれから一日始まったばかりなので、それゆっくりほのぼのした Vlog を伝えられればと思います。時代が来た。届きました。いいね。あ、これ履いてクルーザー持っていこうかな、用事前に。
ちょっと今からねサウナに行くんで、あの伊予島のサウナに行くんで、これを持ってちょっとクルージングも兼ねてドローン撮影とかしに行きたいと思います。はい、それではこちらね、ウィールこの間買ってパチモンっていうことが発覚したんですけど、別にパチモンだからといってこう新しいのを買ったわけじゃなくて、こうクルージング用のやつなので、あのソフトウィールなんで、ちょっと路面がブワーッと荒れててもあの滑れるんです。はい、なのでちょっとねこれを付け替えていきたいと思います。はい、装着しました。めっちゃ回ります。うわー、今日はむちゃくちゃ天気が最高ですよ。最高な天気や今日は。マジでもうこんな時はねホットではなくて、はい、冷たいものを飲みましょう。よし、はい、では今から、フリーランスになったので、あの健康保険と国民年金の切り替えを今から近くの役場までしに行って、そしてなんかあのアイスクリームが近くに売ってるんですよ、あの地元の。それをちょっと、ね、嫁さん食べたいっていうんで一緒に食べて、そしてはいサウナに行きたいと思います。でサウナの前にちょっと伊予島近辺でクルージングしてドローン撮影してみたいな感じで、でサウナに行きたいと思います。今日も皆さん一日あ少しで、3時間か4時間かな、3時間ぐらい仮眠したらあの元気バリバリになりましたよ本当に。はい、ありがとうございます。朝深夜帯から石田さん今日は頑張りましたんで、今からご褒美を自分に、授けたいと思います。うお、コマさんおるね。ちょっと寄るか。あ、どうも、お疲れ様です。いや、コマさん頑張ってますね。いやいや、あ、でもかなり暑いっす。おお、出来上がってきましたね。ぼちぼちですね。まだラインを引いて、あ、バスケのそのなんか斜めに引くとかあれで。いやすごいすごい。でもこう見たら結構広いっすね。そうですね、なんかこう来る時には全然思わんやったですけど、こう見ると結構広い。すげえ。じゃあ熱射病とかね気をつけて。今日は何もないです。サウナに今からすいません。いやいや本当すいません。 あっち行ってみる。野茂崎、野茂崎、あ、いや今日はもう、ね、あそこにいつものとこ行こうと思って。まだ行ってないです。野茂崎は伊予島、 あの島風の家やったからね。伊予島のとこに、はい、またはい、お疲れ様です。これで完全無所属となりました。ありがとうございます。無所属よね。うん。え、どういうこと。はい、農産加工物。え、休み。あーもこちらは開きませんで買い取るやん。おー、涼しい。ていうかもう全部ないやん。普通のアイス、ソフトクリーム、普通のソフトクリームでいいです。カップでいいです。ミニカップでいいかな。ミニカップでいい。ミニで、こっちが普通のですけど、だいたい一緒ね。でもこれ中までぎっしり入ってる。ああそうか、これはでも多分買わないと思う。これ食えるかな俺こんなの。昼食べてない。すがすがしいです。皆さん、いやー昨日の夜は本当にもう疲れましたね。ちょっと今ここからねこうねドローンをちょっと飛ばして、ちょっと、ね、気持ちのいい景色を皆さんにご紹介したいと思います。ここはね伊予島、長崎伊予島でございます。
humbleness the Godhead has descended. Though you encrafted the cosmos, though your words have formed the cellular, you comprehend our complex. From earthquaking to hearts breaking, you care for our condition. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Heart to heart, you speak to me. Yes, Jesus loves me. Yes.1時間ぐらいちょっとワークしようかと思います。よし、ちょっとこの1時間で、2つのねちょっと仕事をこなしたいと思います。これ畑で採れたやつか、そこそばのきゅうりも。マジで？うん、あそこの畑で採れた、はい、きゅうりとトマト。マジで、うん、結構野菜すぐできるとね、きゅうりが採られる。早く売りしてくれ。うん、ウイスウイスさま。なんでさ、こんな殺伐としたところにさ、ベッドが引くとかな。寝てるね。はい、それではナイトワークをやりたいと思います。まだね、日がね、明るいですよね、ほんと。で、今日はね、ちょっと涼しい。
今ね、今日はね、風がめちゃくちゃ涼しくてね、外がね、気持ちいいです。ちょっと行ってまいりました。